正解グーズ少ない100億人のカラフンの皆さん、おはようございます。12月3日です。はいえー、昨日ね、打ったお店が仕事人のマネージ、東映警のマネージでかなり期待値取れそうだったので、えー、見に行きたいと思います。あとね、大工の原産が、えー、と結構使える可能性があるので、ちょっとそこもできれば触りたいかなと、えー、思ってます、はい。あとね、ツイッターで、えー、良さそうなお店を何店舗か教えてくださった方がいたので、 そこもチェックまあちょっと朝使えなかったらね見に行きたいなと思ってますいってきます「時空取材でどこにでも行ける」「宇宙を突き抜けてどこまでも」「僕は笑うこの笑顔で世界 え、はい、どうもー今日の結果報告いきます。まあ、今日の結果報告っていうかね、今日はね、めちゃくちゃいろんなことがありましたね。はい、いろいろシェアしていきたいなと思うんですけど、まあ、まず最初にですね、順を追って話すと、仕事人のアマネジと、はい、AKB3 のアマネジを最初の2時間ぐらい打ってたんですね。はい。で、まあ、そこまで期待値ないかなと思って、えー、やめようと思ったんですけど、こっから、はい。 もうこれ全部言っていいって言われてるんでね、言いますけど、はい、マッツンさん。僕よくツイッターで名前出すんですけど、マッツンさんが、身体の玄さんですね。玄さん、あまりじ、えー、90分の C ですね、約。の攻略法が見つかったと。うん。で、1000で売りますよ、と。いうふうに投稿してて、まあ買ったんですよね。まあマッツンさんが言うんだったら、まあ間違いないだろうと。はい。で、 それをやってみて、僕も、ゲンさん見て、ああ、なるほどなって、ちょっとわからない部分があったので、松田さんに電話して、これこうなんですかって感じで聞いて、教えてもらって、あ、なるほどなと思って、この攻略法を使えば、おそらく期待にと6万を常に稼げるぐらいの、技術介入力、うん、を、僕知ったんですよ。で、それをやって、 ええー、何時間 ?6 時間ぐらい撃ったのかな、結局。うん。撃ったんですけど、点点点結局、そのこう、あの、技術力は使えないってことが分かったんですよ。はい。どういう技術力か、あ一応話しますねあ。ゲンさんなんですけど、通常時も、まあ、ガンツとか、AKB とか、 え、まあハイフリとか、北斗エイトとか、こ、ま、う、あ、あたり、らしいき、イメージしてもらえればいいと思うんですけど、あんな感じで、えっと、電柱保留も貯めれるんですよね。はい。で、その他の、その台は、全部10分に1回ぐらい消化するんですけど、え、ゲンさんだけは、もう、右貯めて、しかももうほぼ減ることなく右貯めれるんですよ。で、左のへそ 消化すると同時に、一瞬で電柱も消化する。っていう技術力なんですよ。で、実際僕も試してみて、かなり回るんですよね。おそらく1000円で35回とか回ってたんですよ。ボードは20ですよ。普通にへそれましたら、えー、20回ぐらいであろう台が35回回ってたんですよ。デジタルにも表示されます。で、正直、まあこれ友達に僕,僕めちゃくちゃ教えました。 こんなんあるよと。見つけたよと。あの、本当はまあ、えー、転売みたいな感じで良くないんでしょうけど、そこは松津さんすいません。えー、教えました。はい。で、友達は、まあ僕が今日行ったお店はめちゃくちゃ緩,緩いホールだったんですけど、友達は、これやばいです、カラコさん。あのー、店員さんがめちゃくちゃ張り付いてきてますと。だからホール、ホールコンでめちゃくちゃデータ以上が出てるんでしょうね。回りすぎちゃってっていう。はい。僕もだからそれで、めちゃくちゃ回って、 もう35回ベースでずっと待ったんで、売ってたんですけど、実はその右のためは、データで回転数は出るんですけど、当たることは絶対ないってことが分かったんですよ。なんで分かったかっていうと、あの、ま、松野さんに問い合わせきて、えっ、ー、と、その電池掘りで当た,当たりませんとずっと。えー、で、24倍半割ぐらいしてますと。もう24倍半割なんて天文学数字はそうないですから、 もうかなりのね、確率ですから、おやおやと。で、僕も、一回、5 8 0ムではまったんですよね。90分の1の台が。まあまあ、普通に、まあ、普通にでもないけど、まあ、あるっちゃある。から、そんなに気にしてなかったんですけど、うん。右、だから、右の電柱を食めても、当たることはないっていうの知ったんですよ、そこで。うん。だから僕、その時ね、もう、これやばいぞと。これ、右も溜めねんのか。これ、 で、えー、2倍近く回せると。うん。もう、しかも一瞬ですよ。消化スピード超速い。だからもうこれで期待に行っト、普通に6万ぐらい稼げる技術力身につけたなと。もう、もう、言うてみれば、えー、昔の初代ハフナー、知ってる人はいるかもしれないですけど、そういう技術力クラスだなっていうふうに思ったんですけど、えー、実際はまあ今のこのご時世、 ですから、まあ、洋さんも考えてる人、対策してて、えー、そんなことはなかったと。いうことで。まあ、6時間ね、右に打ってたのは、まあ、球も、まあ、若干は減っちゃうし、ちょっと無駄打ちをしてしまったなと。いう感じです。はい。まあ、松江さんは攻める気はないです。むしろ松江さんはそれをつ、作って、僕は逆にもうすごいなと思いました。うん。はい。もうね、それをすぐ見つけて、しかも、 えー、すぐ、もう一晩多分寝ずにもうブログ作って、えー、1000円で売ります。むし、むしとこれが本当だったら多分1万円でも超安いぐらいです。はい。で、すぐ100人もう売り切れたって、もう半日かからず。これ診断なきゃできないものなんで、まあすごいなと。うん。まあ僕もね、実際ね、その情報してこれやばいなってことで、結構マーケティングとか詳しい友人とかに、えっ、ー、と連絡して、 これ、あのー、多分、お店から撤去されるますけどこ、攻略予想できるんで、えー、5万円ぐらいで情報業態として売り,売りませんかみたいな、相談してたんですよね。うん。してた、ですけど、まあ、まあ、話、結構積んだんですけど、まあ、そういうところが見つかってできなかった。うん、あっていう感じで。いやー、ちょっと残念な、なっちゃいましたね。 松いや松ん出して残念です。松菜すごいです。いや、この高こコが使えるなと思ったのに。あーで、今日病院もね、明日行く予定だったんですけど、えー、すいません、明日ちょっとなしでって連絡したんですけど、はい、やっぱり行きますっていうふうにまた連絡しました。はい、このうーん技術力が使えたらな、めちゃくちゃすごいことになってましたね。まあ、1週間ぐらい多分みんなが気づいて大量撤去みたいなイメージを僕はしてたんですけど、 そうはいかずという感じでした。はい。で、ですね、えっ、ー、と、僕が今日売ったお店が、まあかなりでかいお店なんですよ。うん、もう多分神奈川県でも、おもう上の方に来るぐらいのかなりでかい店。なので、ちょっと、正直ね、昨日の、まあ機値高いなと思ってた仕事人と、えー、AKB ぐらいしか釘見てなくて、ただ見たら、めちゃくちゃ開けてる台もあったんですよね。うん。逆視、あ、もうこれ言ったらもう、 分かる人はお店分かっちゃうかもしれないですけど逆襲のシャウとあと窓まきあ開けてましたでひとしまだかなんか毎日多分開けるお店なんじゃないかなっていう予想がしてます10日なんですけどはいだからまあその後ね逆襲のシャウって25ベースでずっと待ってたんでまあ結果としてはマイナス2万6000円ぐらいかな正確な数字はあとで出しておきますがっていう感じでした はい、ただね今後、えー、使えるお店を見つけたので、まあ、今後は、えー、かなり有利に打てるんじゃないかなと思います明日は休んで明後日からも西村さんとねそこの店まず、えー、かなり追いかけたいなと思ってますはいっていう一日でしたいやー今日のほんとねーうるせえ今日の今日のゲンさんはね いや本当、残念でしたね。いやー、あれが使えたらめちゃくちゃすごいことになったんですけどね。はいっていう感じの今日一日でしたはいいありがとうございました。